野球部人、ヤクンチェと申しますぞ。今回も前回に引き続き、特性がスポーツブランドになっている、やってで、ランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは、水野の水野ベール、ヤミールカ、アンダーアーマーでミラーアーマーのアーマーガー、トランジスタがトランジスタのヤジエレキ、ドロンのハドロンエンジン、ヤライドン、ボディメーカーのこんがりボディ、ヤッツェル、そして、オンの防音、ヤリデプス、この6体でランクマッチに潜っていきますぞ。では、シェーマータカット以外、ありえない。対戦相手が見つかりましたら、アグシ対戦よろしくお願いしますぞ。ウェイトパーティーは、ホーオーグライオン、ゴネザルチュンジェン、鉄の包みパウジャン。さてですな、グライオンはアーマーが完封でいいのですが、なので出てこないのでは？なので、それ以外を考える必要がある。包みを一体誰が倒すのか。厄介でした。やっちゃるで包みは見る。ヤリデプスで包みは見る。ヤリデプスが一番マシなんですかな？ヤライドン、ヤリデプス、ヤーマーガーで行きましょう。では、アグシ対戦よろしくお願いしますぞ。もう一度、初手グライオン、いきなり来ましたな。まあ、グライオンが来るならば、こちらはヤーマーガーに引くだけですので、何の問題もありませんな。わざわざグ、まあ、流星打って悪いことはないんですがな。ヤマガニ交代があり。さあ。何寄ってきてますかな？優しげな、ヤマガ。優しく制圧してありますぞ、ボマル。うん、まあ、独特玉でしょう。で、ここでお相手に隙を作って、ブレバーを後ろの包みやらパウに通すのが、一番重要なので。挑発！鉄壁でも積むと思いましたかな？そんな技、覚えさせてはありませんぞ！ひたすらブレイブバーだ！ズドン！硬いですなー！ここからは、ハンドホーケアした方がいい。相変に切り替えていきましょう。守る、うん。さあ、それは好きにしたらいいですぞ。相手が動くまで、こちらは相変を押し続けるのみですな。オンは相手に受け出しし放題ですし。グライオン相手にはアーマーガーを置いとけばいいですからな。身代わり。さあ、身代わり、身構も、ドクドク、自信切ってるってことはないので、俺はこのまま、だらだら過ごせばいいですな。エリックフィールドがなくなるのでも待ってるんですかな。壊せないのはどうかと思いますが。あー、相手がしびれを切らしてきましたな。ただでさえない攻撃が下がり散らかしてしまいましたが、相手ではこんなもので、こやつは食べ残し、まあじわじわ回復する、そういう戦法ですので、砲を出さないんですな。相手だったので別に砲を出せたと思うのですが、守る、うん、まあそれは好きにしたらいいですな。4倍弱点を見て交代してくるのか何なのか。グライオンにはもうアーマーガーが無限に受け出せるので、いないも当然ですな。では、トンボ返りしっかり決めていきましょう。ここのトンボに合わせられて嫌なことはないですな。引き込める、うん。さあ、ぐらいですかな？ぐらいですな。別に後出しすればいいだけですな。ああ、今度はまたチュンジェンなんですが、お相手のラス位置は一体誰なのか分かりませんが、ああ、テラスタルで場を動かそうという腹ですかな。まあそれはそれで構わないんですが、トンボ返りテラスタルでしっかり耐えて交代先に大きな負担をうんたらかんたら、タイプを見てから決めましょう。毒テラスタルでやられて困ることなんていうのは正直ないんですよな。
やめる気の種、おっと、これが、こちらとしては一番ありがたいですな。なぜならこれで回避できるから。グレーバー撃つと思いましたかな、まあ、こちらとしては特に焦る理由はないんで。さあ、槍鉄を出すと試合が悪い方に傾く可能性が大いにありました。これでチャンピオンにはライドン。ねえ、もうお相手の地面タイプが、グライオンしかいないので、このテラスタルが消費された状態ではいないので、あとはボルチェン撃つだけでいいんですな。ボルチェンが通ればいいですし、通らない場合はそれはそれでいいですな。さて、ここで宿り連打なら、まあそれはそれですが、どうですかな。やどりぎな気がするので、こちらが引くところなんて何回も見てますので、もっとないいですな。ゴツゴツメット検証は聞いてませんが、ゴツゴツメットがしっかり入りましたぞ。そしてお相手の回復操作は食べ残しのみ。次のターン、ミライドンの攻撃防ぐ術ありますかな。バトルチャンピオン、いやバルデアチャンピオン、やライドン。ここのボルチェンをカットしに来たらそれはそれで問題ないということは先ほどから明言しておりますな。明言するかどうかはどうでもいいのですが、ここで交代に流星群を打たないのはどうかと思いますが、かたくなにボルトチェンジで。引っ込める。さあ、ぐらいですかな？グライオン、いいですな。グライオンには、もうアーマーガーが、もう1000回でも2000回でも受け出せるので。相手上からイカ様やつ。おっと、ここで包みが出てくる。ようやく試合が動きましたな。素早さの速い包み。ここでヤリデプスに交代があり。さあ、ハイドロポンプでも、冷凍ビームでも、クイックターンでも、まあ、冷凍ビームが一番いいんですが、どれか言ったらヤリデプス。まあ、未来受けの試合だと思うので、レビですよな。では、試合を決めに行きますかな？試合を決めに行くには、微妙ですな。テラスタルをするべきだとは思えないので。止める。さあ、どっちが出てきますかな？ライオン。別の罪出てくるんですな。まあ、アイヘも通る技ではあるんですぞ。アイヘ悪くない。さあ、挑発の効果は解きましたが、別にそこは問題ではないんですな。やれどに交代があり。さあ、行ってくるんですな。それではチャンピオンにライド。フィールド広げますぞ。で、お相手のクオークチャージで素早さが上がる。まあ、別にもともとお相手が早いんで。クイックターン。うん。見てしまいましたな、せっかくの有利タイム。さあ、グライが帰ってくるんですかな？そろそろ試合時間が15分も経とうかと
言ったところなんですが、倒しますかな、そろそろ。流星群、ドゴラゴラゴー、ズドン、一撃がやり、初めてこれでいいんですな。さあ、このグライを倒したことによって何が起こるのか、進みがまた出てくるのだろうか。ですよな。で、もうアーマーガーはいりませんので、いりませんのでという言い方はどうかと思いますが。ここでアーマーガークッションからの槍デプスで、制圧していきましょう。優しげな、ヤーマーガー。レイビアもちろん持ってますよな。さて。包み、フィールドかなら雷の方がいいんですかな、ヤリデプス。まあ、の方がいいことはないでしょうが。チオンジェに通る技と考えると、この対面は制していかなくてはならない。ラスト、チオンが残るのが一番良くない。ハイドロポンプでこいつが倒れるとも思えない。全部で。おっと？こだわってますかな？そんな技では倒されませんぞ、ポージェ！ズババン！撃破があり。やりましたな。そして、お相手のチオンジェンで、こちらを倒す術はないので。ミライドを倒す術はないので。ここからさらに身代わり復活からのボロ負けみたいな。そんな展開にはならないはずなんですよな。流れ着されるにしたって、ここは順番にやりましょう。やりましょう。これなかなかレアでは？ずっと言った、ヤリデプス！イカ様急所でも絶対にやられませんな。なぜなら、A が低いから。どうかと思いますな。では、最後の食べ残しは美味しいですかな？あと、選ぶところまで行くんですな。対戦監修会、アリア。相手が選ぶまでは待ちなんですな。はい、制限時間がなくなりましたら、対戦監修会、アリア。ここまでご視聴監修会、アリア。というわけで、今回のヤティラの戦績は、22勝からスタートして42勝ですので、で50戦ですので、20勝30敗と、まあ、結構な負け越しとなっておりました。というわけで、ヤーマガーの紹介していきますぞ。消えてしまいましたな。ヤーマガーですな。テラスタイプは飛行。まあ、最高打点の火力を底上げしようといったテラスタルですな。で、持ち物はコツコツメット。物流系。まあ、便利なアイテムですな。で、努力値は AB となっておりますな。物理しか見ないので。まあ、今回は特殊アタックは見なくていいかなといった具合ですな。で、特性ミラーアーマーは大変優秀ですぞ。で、技構成はタイピッチ、ブレイブバード、アイアンヘッド、防御で殴るボディプレス。で、トンボ返り。まあ、こやつの技といったら大体これぐらいのものなんですな。で、レベル50でのステータスはと言いますと、こんな感じになっておりますな。まあ、数値がそんな取り立てて高いというほどではないんですが、別に低くもないですので、まあ、いい性能をしてるんではないですかな。攻撃152はちょっと、まあ、低いよりではありますが、ブレイブバードの威力があるおかげで、焼けもんやれてると。まあ、一覧にはいないんですが、そういうことですな。で、こいつには、良さ型の証がついておりますな。なぜかね、いつの間にか、相棒になってましたが、前編で。まあ、それはそれとして、こんな感じですな。というわけで、ここまでご視聴感謝がありがとうございました。